のお菓子をいくつか紹介したいと思います。あのね、ちょっとレアなやつね、手に入れたんですよ。これモンシェルのいちごケーキ味、知ってますか？ネットではすごい話題なんですけど、これ昔は普通に売られてたんですけど、今はねもう地域限定でしか売られてないんですよ。でしかも地域っていうのが、韓国のね兵役制度がありますよね。その軍隊の中にある PX っていうコンビニでしか売られてないんです。知り合いで軍隊行く人ぐらいがいないと手に入らないんですけど、私実はこれどうやって手に入れたかというと、ネットで手に入れました。ネットでは買えるんですよ。って言ってもね、日本人だったらやっぱり、ね、韓国のネットだとなかなか買いにくいですよね。っていうのでこれかなりレアなやつ、早速食べてみたいと思います。であとね、これ私のお気に入りのカスタードっていう、まあなんかシフォン的なお菓子なんですけど、これのマスカットバージョンがね新商品で出たんで、これも食べてみたいと思います。あとなんかね、こっちも新商品コンビニで発見したんですけど、プリングルスのナチョスチーズ味ですね。じゃあどうしよう、せっかくなんでこのモンシェルのいちごケーキ味食べてみたいと思います。後ろのパッケージはこんな感じですね。ちなみにお値段はこのモンシェル2箱とこのチョンポドのカスタード1箱で合わせて8500ウォンでした。800円ぐらいですね。でも実際これはね、お店で買うと4000ウォンだそうです。だいたい300円ぐらい。パッケージはこんな感じですね。あ、でも見た目は普通のモンシェルと同じですね。こんな感じでちょっと模様の入ったチョコパイです。いただきます。美味しい。っていうかモンシェルが美味しいんで、まあ美味しいんですけど、中にね生クリームといちごジャムが入ってますね。よいしょ。ちょっとごめんなさい、私ね中をね見せ忘れましたね。ちょっとせっかくなんで中を切って見せますね。なんか歪んでるモンシェルが出てきました。よいしょ。はい、中はこんな感じですね。ちょっといちごジャムが見えにくいかな。もうちょっと切ってみますね。うわ、もうちょっとめちゃくちゃになっちゃった。めちゃくちゃになっちゃった。ごめんなさい。ちょっとね、めちゃくちゃだよ。これかじってないですよ。切りました。こんな感じでね、いちごジャムが入ってます。うん、美味しい。もう、もう手がベタベタだ。ごめんなさい。部屋にずっと置いてたんで、ちょっと溶けかけですね。こっちも。あー、下のチョコが取れた。ちょっと気持ちだけでも伝わってるでしょうか。うん、おいしい。いちごケーキモンシェル美味しいです。じゃあ次にこのカスタードのねマスカット味、10個入りです。パッケージはこんな感じですね。いつものカスタードのやつと見た目は同じですね。じゃあちょっと割ってみますね。うまく割れるかな。割れた。こんな感じ。中にねマスカットのクリームが入ってます。私このカスタードっていうやつ好きなんですよ。じゃあ早速。マスカット味美味しい。相変わらずこのカスタードっていうやつ美味しいですね。これ中はマスカット味で、クリームの感じはいつもと同じでした。美味しいです。まあでも私はいつもの普通のクリームが入ったやつの方が好きですね。まあマスカットもね、たまには違う味味わえていいと思います。そして最後、このプリングルスのナチョスチーズ食べてみます。これ韓国のプリングルスの新商品です。硬っ。すごい硬い。うわ、なんかねすごいね味の濃そうな見た目です。これちょっと割れてるやん。ごめんなさいね、ちょっと私の扱いが雑で割れちゃってるんですけど、すごい粉がねめちゃくちゃたっぷりかかってます。で黒胡椒みたいなのも少しかかってますね。あ、美味しい美味しい。これね、なんだろう、なんかもう本当にあのナチョスのお菓子あるじゃないですか。あれをそのまま形だけプリングルスにしたっていう、本当にもうナチョス的なやつですね。チーズの味もしっかりします。まあね、私はナチョスがそんなに好きじゃないんで、まあ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 なんですけど、ナチョス好きな人はこれも絶対好きだと思う。でね、私の友達はすごいこれ美味しいって言って絶賛してました。好きな人はすごい好きだと思います。でね、日本に売られてるかどうかわかんないんですけど、韓国のね新商品で出たやつなんで、もしかしたら韓国だけで売られてるやつかもしれないです。なのでもし日本に売ってなければ、韓国限定っていうのでお土産で買って帰っても喜ばれると思います。でちなみにカロリーがこれ一つで585kcalです。よかったらこの韓国のお菓子いろいろ買ってみてください。これはね PX っていう韓国の軍隊の売店でしか売ってないんで、まあ、韓国人の友達にネットで頼んでもらうか、軍隊行く人がいたら買ってきてもらうかっていう方法しかないですね。なんで機会があればこれも手に入れてみてください。以上、韓国の新商品やおすすめお菓子でした。